中島春康、中島春康、中島春康、1909年6月28日から1987年4月21日は、長野県松本市出身の元プロ野球選手、外野手、監督。相性は、班長、史上初の三冠を達ー聖者、旧姓松本商業、現松小学園校で、エースで4番打者としてならし、の、 第14回全国、中等学校優勝野球大会で優勝した。松本翔時代のチームメイトに、高野百助、後何回がいる。早稲田大学小学部に進むと野手に転校。東京六大学リーグ通算18試合出場、49打数12安打、打率、245、0本塁打、4打点。藤倉電線を経てに第2本東京野球クラブに入団。 そのまま、巨人軍結成に参加する。よりリーグ戦が始まると、春のリーグから右翼種のレギュラーとして、クリーンナップを打ち、同年7月15日には、巨人の球団通算がいい1号本塁打を放っている。周期リーグからは、主に4番打者を務め、同年の春、夏、秋通算で、チームトップの打率、267を記録した。春季は、本塁打、王、4本。 周期は打点王37打点、春季は首位打者打率345と次々と打撃タイトルを獲得する。圧巻は同年周期リーグで10月11日から11月5日までの11試合の間に5試合連続を含む8本塁打1試合4安打5回を含む28安打打率58320打点の片目打ちで打率 361、本類打10、打点38と3部門ともにいいかを大きく引き離す、圧倒的な成績を上げ、日本プロ野球史上初の三冠王となり、最高主君選手にも選ばれた。当時は三冠王という概念はなく、になって、野村克也が三冠王を取った際に、1937年と1938年における、春季、 周期を別シーズン類は合わせて1シーズンとみなすか、明確な判断が下されていなかったことから、中島の記録をどう取り扱うかが問題となった。コミッショナーの内村博之による裁定によって、春、秋それぞれを独立したシーズンと扱うことが確認され、1938年秋の中島がプロ野球発の三冠王と認定された。なお、この年は、 春秋通算でも打率353本類が11打点63と3部門いずれもトップの成績を残している。またシーズン10本類だはの鶴岡和人と並ぶ戦前最多大記録となっているが鶴岡の92試合に対して中島はわずか38試合で記録を打ち立てたものである。その後もまで四番打者を以降は 川上哲次に続く五番打者を務める傍ら、1940年、67打点、60打点と2度の打点王を獲得するなど、からまでの巨人の第一次黄金時代に主軸打者として大きく貢献した。また、1942年のシーズン終了後の1月14日、1943年に監督を辞任した藤本定義に代わって、1943年には、 選手兼任監督を務めて五十四勝二十七敗、勝率、六百六十七で五連覇を達成するとともに、三本塁打、リーグ四位、三十二打点、リーグ三位と、主軸打者としても十分な成績を残した。王将により対談する。結局、戦前に通算四十四本の本塁打を放ったが、これは2位の影浦進む、狩田久則の二十五本に圧倒的な差をつけて、 トップとなっている。戦後、シーズン途中の6月13日に、再び選手兼任監督として復帰。6番、右翼手のレギュラーとして58試合に出場して、打率、272、34打点を記録する。監督としても、グレートリング、阪神と三つどもえで激しくペナントを争うが、最終戦である11月3日の対、セネタース戦で敗れ。 64勝39敗、勝率。621で、グレートリングに1.0ゲーム差の2位に終わった。翌は、開幕からチームが不調で、29試合、10勝19敗、勝率。345を消化した6月初旬に、三原治が助監督、技術顧問に就任して、指揮を取っため、実態として、中島は、監督職を解任された状態になった。また、 同年以降は、小松原博、木、呉新徹、萩原博史にレギュラーを譲って、控えに回る。なお、4月に、三原ポカリ事件で、監督の三原治が、出場停止となった際には、約3ヶ月間にわたって、選手兼任で、監督代行も務め、37勝25敗、勝率、597の記録を残している。2、太陽ホエールズに遺2、 選手兼任監督となったが、19勝26敗、勝率。422と、結果が出ず、6月末限りで途中交代となる、後任は、球団専務の有馬義和。対応での2年間はいずれも3割以上の高打率を、残すが、同年限りで現役を引退した。中島曰く、人として許しがたいことがあったとここで、プロ野球とは一線を引き、 読売新聞運動部に在籍し、野球記者として、東京六大学野球や高校野球観戦を続け、アマチュア野球論に顕筆を振るった。二、野球殿堂入り。川上派と長島派の対立が激化した1980年代前半、川上、長島両者をしのぐ存在が必要と考えた。千葉茂は、プロ野球界から離れていた中島を担ぎ出して、巨人軍 OB 会長に据えた。 会長職は1982年から1984年まで務めている。1987年4月21日に急性心不全のため死去。類まれなパワーと悪玉打ちでボール打ちの名人として知られる。これは次の投球を打つと決めたらどんな悪玉でも絶対に変更せずに必ず打ったためで学校の授業の時間割のようによほどのことがない限り。 変更しないことにちなんで、時間割というあだ名もあったという。得意にしていたセネタースの金子博に対しては、ワンバウンド投球を、後楽園球場右翼席に打ち込んで、本塁出したという伝説がある。打撃フォームは、いわゆるバケツに片足を突っ込むと言われる、極端なアウトステップであったが、非常に柔軟性があったことから肩が残って、体が開かず、 あらゆるコースの投球を自在に広角に打ち分けた。守っては打者が打てそうもないと見るや思い切った全身守備を取り、その強権でしばしば右翼手前に飛んだ打球をライトゴロにした。特に2はシーズン5度2類送球3.1類送球2のライトゴロを完成させるなど通算20個のライトゴロを成立させている。また、 100メートルを11.2秒ほどで走る瞬速を飛ばして右翼線際の飛球をよく候補した一方で宇宙間の打球に対しては判断が極端に速くて自分が取れないと見ると絶対に補給に走らず多い来る行け。ゴー,ゴーとすべて当時の中堅守、クレハに任せた。これには5も並行し、班長はみんな俺に取らせるとこぼしていたという。う、後に、 巨人の主力打者となる、川上哲次、青田昇の素質を見出したとして、以下の話がある。声が大きく藤本定義監督から号令係を命じられたことで生まれた、班長のニックネームで慕われた。一見、大豪傑に見えたが、非常に真面目な性格で、酒は一滴ものまずせいぜい麻雀をする程度であった。見かけによらず達筆で、沢村英二から頻繁に、 ラブレターの代筆を頼まれていたが、面倒がらずに立儀に引き受けていたという。1940年5月24日の対、東京セネタース戦では4回に本塁打、5回に2塁打、7回に3塁打を記録し、単打が出ればサイクル安打第1号になるところだったが、次の打席で宇宙間を破って全力疾走し2塁打にしてしまったためにその機会を逃してしまった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。